皆さんこんにちは。報徳学院学習ブログのとしです。中学1年生の数学、正の数と負の数の7回目、今回は括弧のない式の計算というタイトルでお送りします。前半では括弧のない式の計算、後半では括弧のない式と括弧のある式が混じった場合の計算、この順で説明していきます。ではまず括弧のない式の計算です。この括弧のない式というのは、加法だけの式に直した時の式の項、これを並べたものでしたね。ですから足し算は正の項、引き算は負の項、こう考えて計算していきます。例を使って説明すると、5-4+6-9、これで正の項というのは一番前にある5、正の数一番前に来た時にはプラスって省いちゃったんですね。ですからこの5は正の項です。そして足し算の部分の+6ですね、ここではもうこの足すの符号、プラスの符号は書きません、正の数って足すって省いて、表示できましたよね。書いていいんです。だからここではもう5、6と書きます。そして負の項、引き算の部分ですね。負の数はマイナスの符号を省くことができませんでしたから、ここでもマイナスの符号、これをつけて書きます。引き算の部分-4ですから、これマイナス4と、で-9ですからマイナス9と、これが負の項ということになります。そして計算ミスを減らすために正の項を前に、負の項を後ろに持っていって、正の項同士、負の項同士の計算をしてから計算まとめていきます。ですから前の部分は5+6、その後ろに-4-9と負の項がきます。正の項5+6、これは11ですよね。11、負の項-4+-9のことですよね。-13ですから、ここに-13と、このようになります。これを計算すると -2ですね。つまり例の問題の答え -2 になるということです。このように正の項が何かな、負の項が何かなって考えて計算していきます。では練習であと2問やってみましょう。括弧1、-6+5-8+7、正の項は足し算の部分ですね。ですから+5の5、そして+7の7、これが正の項です。負の項は引き算の部分ですね、-6と-8です。計算ミスを防ぐために、正の項を前に、負の項を後ろにまとめて計算していきます。じゃあ並び替えをします。前の部分は5+7、その後ろに負の項が並んで -6と-8、つまり -6-8とこうきますね。正の項5+7を計算すると12ですね。負の項、-6-8というのは -6+-8のことですから -14 になります。12-14、これは負の方の絶対値が大きいので、負の符号マイナスがついて数字絶対値を引き算、14-12は2なので答えは -2 と、こう計算できるわけです。括弧2です。7-3-5+1とこうなっています。正の項は一番前の7と、そして+1となっている1の部分ですね。負の項は引き算の部分ですね。このマイナス3マイナス5ということになります。マイナス3とマイナス5と、でこちらも同じように並び替えをします。正の項を前に持っていって7+1、負の項はその後ろに並べて-3-5とこうなります。正の項計算すると7+1で8と、
そして F の子はマイナス3マイナス5でマイナス8となって8-8になったので答えは0、こうなるわけです。では次に、括弧のない式と括弧のある式、これは混じっちゃった時、この時の計算について説明します。括弧のある式と括弧のない式、こちらが混じっていたらどうしたらいいでしょう。その場合は括弧のある部分、これを加法足し算の式に直して、それから括弧を省いて計算していきます。例を使って説明すると、マイナス4引くマイナス6引く3ですね、括弧のある部分ここですね、ここをもし加法だったらそのまま使えるんですけれど、これ減法引き算なのでこれを足し算に直します。この引くマイナス6を足し算にすると、その後ろの数の符号マイナスがプラスになって、マイナス4足すプラス6引く3になりますね。書き直すと、マイナス4足す6引く3とこうなるわけです。正の項は6、負の項はマイナス4とマイナス3ですね。これ並び替えをすると6-4-3とこうなります。正の項は1つだけですから6のままですね。負の項をまとめるとマイナス4マイナス3ですから、これ絶対値を足してマイナスの7とこうなります。6-7、負の数の絶対値の方が大きいのでマイナスをつけて数字、絶対値の部分を引き算、7-6は1なのでマイナス1、これが答えになります。では練習をあと2問やってみます。括弧1、3-8-+5、足すプラス1とこうなっていますね。括弧の部分でここは加法足し算なので、このままここの部分引き算なので、ここを足し算加法に直します。ここを足すにすると後ろの数の符号がプラスからマイナスに変わってマイナス5になります。これで括弧のない式だけにします。3-8-5+1ですね。正の項は3と1ですから、正の数を前に持ってきて3+1-8-5になります。正の部分は4で、負の部分-8-5は-13ですね。4-13ね、負の数の方が大きいですよね。ですから答えには負の符号をつけて、そして数字絶対値の部分を引き算、13-4で9になりますから、答え -9というのが括弧1の答えとこうなります。括弧2です。-4-9+7-2ですね。この -9、この部分加法に直すとプラスに直すと括弧の中をプラス9になります。-4+9+7-2になりました。正の項9と7ですから、9+7を前に持っていって、その後ろに負の項-4-2を持ってきます。正の項計算すると9+7で16と、負の項-4-2で -6ですね。絶対値足したんですね、負の数同士ですから。で 16-6、 正の数で答えは10と、このように計算できるわけです。つまり括弧のない式と括弧のある式で、これが混じっていたらこの括弧の部分すべて足し算加法の式に直して括弧を省いて計算していくと、ここではこのことを覚えてください。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。